それじゃあ今日もみんなでバトル始めていきますか。クッパクリンプ、クッパクリンプ、お、クッパがいそうなステージではないよね。なんかね平和だよね。いや、ラグ、めっちゃラグい。まあ、クッパがいるってことを信じてアイテム取っていこうかと思ったけど、ちょっとね、時間タイムロスになるから、やめ、いや、キノピオいや、キノピオちょっと邪魔だったね。よし、いや、ラグいな、これきつ、よし、いける。マリオ、危ない。よし、アイテム取ってってもよかったね。あのハテナ、なんかアイテムっぽいね。そしてこれは上っぽいね。あ、待って、これいけくない？あ、いける、よしオリンピック幅跳び選手大会金メダルですよ今の。いや、どっちも関係ねえ全然関係ない。ここアイテム取っていこうね。なんかね、ハンマーブロスいるし怖いんですよね。よし、ここでデカキノになって渡っていく。誰かハンマーブロス倒してくれてるね。優しいじゃん。これの中間ポイントを取って、危ないな、これ。よし、一番遅い一番遅いけど大丈夫かな、これ。上から行った方がいい？さっき上も下も変わんなかったもんね。上行くけど、あ、上の方がなんかちょっと近道なんだね。でもマリオ先行ってるね。多分この土管マリオと一緒のとこ出るでしょ。やっぱりそうだね。待って、マリオ、マリオ待って。一人ギブアップした。うわ、これ先に行った人有利なんじゃないかな。よし、いや、マリオうまい、マジでマリオうまい。うお、ゴールか。僕もゴールしますよ。よし、オッケー。円周率いる確かパイ 3.11 円周率だったよね。たまにさ、学校のクラスとかでいない 3.1 を〇〇〇みたいな全部覚えてる人よし、そしてマリオついてきてるね。やるね。僕の足についてこられるかい。危ない。いや、これは、いや、いいよ、挑戦聞くよ落ちて正解だったね今。これアイテム取っていこうか。ここマジでアイテム取ってった方がいいと思う。危ないもんね。よし、これは抜けていこう。あ、ゴールかな、これまだあるね、まだあるっぽいね。よし、でこれは押して下から行く。危ない。あ、プロペラ一応取っておこう。これで一回ね、下に落ちてもいいでしょう。これはどうかな、リフトに乗ってった方がいいかな、どうなんだろう。いて、一応しゃがんでいく。これでも価値格っぽいよね、なんかねえ。一応どうしよう。あー、こうやっていく。ちょっと早めに行けますか。よし、これはちょっと待っておいた方が良さそうだね。キノピコがね、いや、キノピオか。キノピオもうついてこれないでしょ、これ。これプロペラなくしたらもう終わりですよ。うわ、これきっつ。あ、待って、きつい。いや、当たろ、これもう一回当たろ。そして出たよ、バック宿敵バックバックマジ強いんですよ。で、ここでファイヤーか。追いついてこれないよね、さすがに。うわ、ここでマジかよ。ここでレミ、いや、追いついてくるからやめて。せっかく、いや、来たマジかよ、ここでか。いや、負けませんよ絶対に。ここで先にね、鍵を手に入れるのは僕だ。よし、いや、よし、オッケー。あ、踏んだ、今踏んだよね。あ、待って待っておくれ。はい、おお、お金くれるんだ。待って、お金あげるからって来た。ちょっと待ってみようか、お金くれるのかな。さて、あのマリオだね。いや、強欲だなマリオ速攻前取ってってるよ、強欲だねマリオ。そしてこれはアイテム取っていかんでいいっぽいね、このステージ。多分大丈夫でしょう。よし、キノピオ早い、めっちゃ早い。そしてマリオの回転ジャンプがなんかめっちゃうまいよし、あ、なんか上あったね。マリオ、マリオ、お金あげるから待ってくれない？ちょっとお金あげるから待ってくれない？いや、来た。ちょ、いや、ちょっと
あ、お、3D ワールド来た。いや、本当だよね。3D ワールド結構ね、楽しみにしてる人多いんじゃないかな。まあ、僕はその 3D ワールドっていうより、なんか任天堂オンラインに入ってたらね、無料でできる、なんか、バトルロワイヤルのね、スーパーマリオブラザーズ35っていうのがね、あるらしいんですよ。それがね、楽しみなんですよね。まあ、僕の一番の楽しみはそれかな。いや、ちょっと待って、こっちか。オッケー。で、こう上がってって、なんかね、あのつららめっちゃ危ないね。あ、危ない。ちょっと待って、つららがマジで危ない。うわ、つららにビビる。いや、当たりに行ったわけじゃないよ。あのつらら危ないから、やられる人多いんじゃないかな。ちょっとアイテム取っていきます。こんなに遅れたから、アイテムないね。アイテム、まだ一時先か。あ、二人も落ちてきてる。チャンスだね。ここはルイージさえ抜いておけば。うおー、ちょっと危ない。こっちは騙しか。で、上、あ、こっちね、左ね。で、左上がってく。ルイージいないね。あ、ルイージなかなかやるの。多分冷静に一人だから落ち着いていけてるんだろうね。だいぶ差があるもんね。あ、これ、あ、どっちだ。上と、あ、あったあったあった、やった。あ、てか、ルイージ僕だね。ルイージ僕だった。もうマリオメーカーがさ、出て1年以上経つから、なんかね、少なくなってきてる気がするんですよね、マリオメーカーやってる人。まあ、それでもね、僕はやり続けますけど、やり続けますけど、いや、こんなにね、面白いゲームなかなかないよって僕思うんですけど、どうなんだろうね。もうそろそろみんな飽きちゃったみたいな。ね、いろんな実況者さんも出して、もう飽きちゃったみたいなあるかもしれないんですけど、僕はやっていきますよ。全然まだ僕やれる、これ。相当面白いと思うもん。これはなんか複雑だな、コース。こっちね。よし。いや、ここ荒々しい。あー、なるほど、惜しかったな。それじゃね、これでラストバトルにしようかな。あ、一番レート上だね。今日ちょっと勝ち少ないな。勝って終わりたいけど、一番レート上だからね、少しはチャンスなのかもしれない。まあ、レートが一番上だからといって勝てるとか限らないんだけど。オッケー、ナイスナイスタイミング。いや、いけるよこれ。いけるいける。で、中間ポイント、ちょっとアイテム欲しいね。ね、ここら辺ちょっと欲しいな、なんか。オッケー。そしてこれは、え、なんだこれ。あ、ここか。よし、じゃあ素早く行きましょう。ゴン。あ、これ一応落ちてもいいんだ今。ほら、下にね、キノピオ頭見える、頭見える。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。